日本共産党代表いたしまして、志位和夫委員長がお話しいたします。日本共産党は、2つの提案をしたいと思います。第1は、消費税大増税を中止することであります。こんな大不況の下で、大増税をかぶせたらどうなるか、国民の皆さんから 13.5 兆円もの所得を奪い取ったら、日本経済の底が抜けてしまいます。総選挙で皆さん、公約を破って増税を強行した民自公3党増税連合に厳しいノーの審判を下していこうじゃありませんか。